俺、聞かない。そんなバカな。はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん。宇宙戦隊キューレンジャーのキュータム合体。ギャラクシー、ケルベロス・ボイジャーです。はい、こちらですね、2017年8月5日から公開される映画。宇宙戦隊キューレンジャー、ザ・ムービー。ゲースインダベの逆襲。そうそうそう、うん、それに出てくる、新しいボイジャーですね。こいつ復活させるのが鍵とかするやつだよね。うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい、こちらがデラックスケルベロスボイジャーですね。うん、かっこいいね。うん、うん、ちゃんと3匹のワンちゃんがいますね。はい、はい、これがブルドッグみたいで、うんうんうん、これが普通の柴犬かな、わかんない、これハスキーみたいなね、うん、なんかちゃんと顔特徴を捉えてるね。うん、でそれぞれが分離できるようになってます。キュータマみたいになってるんだよね。そうだね、キュータマみたいな形になってて、うん、ここは手っていうね。うん、そうだね、うん、キュータマをここにセットすることもできるわけだ。うん、首も動かすことができますね。うん、これはロボ用だね。そうだね、ロボ用ですね。で、ここにケルベロスキュータマがついてます。うん、ケルベロスボイジャーの背面なんですけど、ここにですね、合体機構が本当あるんだけど埋められちゃってんね。はい、で、うちね、ちょっとね、剥がしてみました。うん、剥がしてみたんだけど、やっぱりね、取り付けられない。うん、スカスカになってるので取り付けられませんね。はい、これなんで後で埋めておきましょう。はい、ここに単四電池3本必要ですね。うん、では3つのモードがあるみたいなので、まず電源入れてみましょう。はい、電源オン。うん、シシボイジャーと同じで、この肩の部分、ここにボタンがあります。1回押してください。はい、うん、これがケルベロスボイジャー状態ですね。1回押してくれるボタン、はい、次は、ワンワンって言った次は、はい、あ、以上だね。うん、はい、で次合体させてみましょう。基本的にはシシボイジャーと一緒だね。うん、こういう風にして、 E2 カメレオン。カメレオンだね。これはね、キュータマなしだね。うん、カメレオンとカジキはキュータマなし。はい、だから操縦しないってこと。うん、多分シシレッドが操縦するんだよね。右足はオーシュボイジャー。そうだね。うん、でこうやって変形させてセット。はい、左足はヘビ使いボイジャー。そうだね。うん、これは変形だ。セットよいしょ。はい、肩の部分のバンコの顔を前にして、で頭の顔も前にして、あとは顔を出せばよいしょ、これで完成だね。うん、はい、これがケルベリオスですね。うん、はい、はい、ケルベロスじゃなくてケルベリオスになります。うん、はい、ケルベリオス、こんな感じじゃない。うん、かっこいいね。うん、でね、この顔がかっこいい。うん、なんかマスクしてるみたいだね。ねえ、はい、ちょっとエグいけど、シシボイジャーの頭と比べてみましょう。うん、結構似てるね。顔は似てんだけど、うん、ケルベリオスの方がパパ顔が好きだな。うん、口の部分マスクされてるから、うん、僕もケルベリオスの方が顔好き。で、ボタン長押ししてください。はい、長押しだよ。なったね。ここ、はい、3色光った。光った？うん、本当に青とか光った。じゃあもう一回ボタン押してみます。はい、お、ね、ここ7色に光ったよ。光ってんね、すごいね。うん、すごい、めっちゃ光ってんじゃん。うん、ただ足の方は光ってなかったね。うん、わわわわわわ、なるほどね。なるほどなるほど、こんな感じだね。うん、じゃあ次はこちらのキュータマ人と部分的合体させてみましょうか。はい、はい、じゃあまずはどうしたらいいんだろう。このケルベロスの肩部分全部取っちゃうか。そうだね、よいしょ。反対側も取ってよいしょ。で、申し訳ない、頭もぶち抜きます。はい、ぶち、手と入れ替えましょう。はい、よいしょ。はい、反対側も、反対側も、はい、いい、はい、いい、よいしょ、よいしょ、胸と頭も取っちゃおう。うん、OK、ブラッシュをセットしてください。はい、セット。はい、
で胸パーツをセット。はい、頭最後に装着してできた。ケルベリオス旧タマジン半分バージョン。はい、背中ないね。うん、こんな感じになりました、はい、この部分がつくんで、じゃあこの竜の顔、竜の顔をつけて、はい、こんな感じで竜帝ケルベリオス旧タマジンなんてのもできるかもしれないね、これね。竜帝ケルベリオス旧タマジン、こういうこともできますね。はい、いいんじゃない、うん、モリモリな感じでね、うん、じゃあ続いて星座ブラスターでケルベロスキュートもセットしていきましょう。はい、そっか、人間じゃないからだ。皆さんこんにちは、私が今度の映画で登場するケルベリオスです。いやー、地球の平和は私が守る。おや、ドーン、君は誰だ。私こそ最強のロボ。おい、最強のロボなのか。キュータマジンだ。名乗る前に腕が取れたけど、最強なのか君が。最強だ。ならば勝負してみるか。私にはカジキボイジャーが。うわあ、カジキボイジャーが。取れた。また取れたぞ。最強なのかそれでも。ああ、カジキが、カジキがやられた。いや、カメレオンの舌を出してやる。ほら、取れた。本当に最強なのか。ちょっと待ってろ、今修復モードだ。僕も修復モードに入って行くぞ。ただ、うつだでかいだけじゃないのか。ドーン、なんだ、ドーン、おー、くっでかい、ドーン、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、近い、近いんだ。ドーン、あー、近いから。ドーン、あー、ならば必殺技を見せてやろう。あれ、効かない。そんなバカな、なぜだ。でかいからか。これは私の必殺技だ。やめろ。お前、俺はもうちょっとで登場なのに、そっちはネタバレだろ。はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーのキュータマ合体ジャックスケルベロスボイジャーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達に教えてあげてください。うん、チャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。